明けましておめでとうございます。9年中の皆様方の連合の運動活動に対しますご支援ご指導に改めて感謝を申し上げたいというふうに思います。また今年1年間難しい年になると思いますけれども、ぜひ皆様方のご支援ご指導をよろしくお願いをしておきたいというふうに思います。いくつか所見を述べ、新年のご挨拶に変えさせていただきたいというふうに思います。まず何といっても2014春季生活闘争、徹底して月例賃金にこだわり、非正規労働者を含むすべての働く者の底上げ格差是正に取り組んでいきたい、このことを改めて申し上げておきたいというふうに思います。一方では経営側においても、まさに短期利益追求が生んだ合成の誤謬を抜け出し、人への投資に大きく舵を切ることを要望要請しておきたいというふうに思います。二つ目は政治の課題でございます。残念ながら一昨年昨年の2つの国政選挙を通じて一強多弱と呼ばれる巨大与党が誕生をいたしました。しかしこの巨大与党の政策運営の弊害が現れ始めてきているのではないかと懸念をいたします。先の臨時国会での特定秘密保護法案の国会運営しかり、また雇用労働分野の規制緩和しかりでございます。国民は決められない政治に対して脳を突きつけたわけですけれども、決して強引な決める政治を歓迎したわけではないと思っているところでございます。国民と真に対話を重ね、与野党で真摯に議論をしていく、そんな国民の声が反映される政治をぜひよろしくお願いをしたいということを要望したいと思います。特に雇用労働分野ということですけれども、まさに働く人が普通の生活を送るためのワークルールを、何か既得権益であるとか、あるいは岩盤規制ということで成長戦略のもとに規制緩和だけがその解決策であるような、そんな不条理な政策とは毅然と対峙をしていかなければならないと思います。加えまして、野党とりわけ民主党には愚直に国民や地域の声を聞き、国民に政策の選択肢を明確に提示をし、再び国民に信頼される政党に一日も早く脱皮をする、そして野党結集の軸となることを期待をしておきたいと思います。1989年諸先輩方がこの連合を作り、今年で四半世紀25年目を迎えます。当然のことながら良き伝統歴史そして理念はしっかりと堅持をしなければなりません。ただ大きな環境変化転換期の中で、私たちには新しい価値の創造、あるいは新しい運動の創造が求められているというふうに思います。徹底した対話そして徹底したディスカッションの中で、相互の共感理解のもとに次の行動へ移していく、そしてその対話で生まれた小さな発想を重ね合わせながら、積み重ねながら大きなうねりにしていきたい、そんなことにチャレンジをしていきたいと思っているところでございます。皆さん方の今年1年間のご指導ご支援をお願いを申し上げながら、私の新年の所感に変えさせていただきたいと思います。どうかよろしくお願いをいたします。東京都知事選のプレーですね、はいはい、相乗りについてなんですけれども、昨年川崎市長選で自公民の相乗りで敗れたというようなことがありましたけれどもですね、会長としてはその相乗りについての是非どのようにお考え。基本的には
相乗りをしない方がいいと思います。ただし首長選挙というのは、さまざまなパターンがありますから、いずれにしても党が主体的に判断をされるべきものだというふうに考えております。今後の候補者擁立の見通しなんですけれども、一部には、これの一部に増田さんを少しもあるんですけれども、このところについてはどのように見ておられますか。今選択肢を模索していると思いますので、一個人について私の方からいいとか悪いとか今の段階では見解として申し上げるべきではないと思いますので、会長の、労働規制の緩和のことについて伺いたいんですが、年頭所管の中でもですね、一列車の労働者派遣法の緩和というのが挙げられていて、これ断固立ち向かうとあるんですけれども、その派遣法について、年末ではですね、結局決着がつきませんで、その労使の意見が隔たったままということになっているわけなんですが、その通常国会にですね、労働者憲法の改正案を出したいというにも、厚労省の方ではスタンスは変えていない状況で、この断固して立ち向かうということなんですが、労働側としてどういった決着を目指していこうと考えていらっしゃるのか、お言葉いただけないでしょうか。まず一つはですね、労働政策審議会の議論方向づけというのは我々は大事にしたいというふうに思っております。ILO の三者構成原則、やっぱり日本でも貫かなければならない。現政権のさまざまな会議の中では、ILO の三者構成主義を否定するような議論が行われているという、片一方ではそういう状況もありますので、やはり労働政策審議会の議論と方向づけを大事にしたいというふうに思っております。そういう中で、労働者派遣法でございますけれども、一つには臨時的一時的なものとして労働派遣を位置づけるということを、やっぱり実質的実効の上がるような仕組みシステムを追求をしていきたいと思います。加えまして、派遣元で無期雇用の場合についても、通常でいう無期雇用というような雇用が保障されているかというと、そうではないケースもある。そういう意味では雇用安定に向けての仕組みやシステムがどうあるべきかということを、大きくこの2つをですね、追求をしていく中で、どこかで接点が探れないかと、このような議論を今からやっていきたいというふうに思っております。会長は12月19日の記者会見で、都知事選の候補者に関して、民主党の候補者選定含めて決断は早ければ早い方がいいというふうなことをおっしゃっています。で、明日民主党が緊急の都連の常任幹事会を開いて、また対応を協議するんですが、この点については候補者の擁立についての期限について、これ年が明けましたけれども、現時点でのお考え。その一般論として、私は今でも早ければ早い方がいいと思っています。ただし、都知事選ということからして、非常に、日本が全部注目する選挙でございますから、その候補者選定については多少時間がかかってもやむを得ないということだと思います。先ほど言われた連合結成して25年目になるわけですけれども、その25年の節目に向けてですね、これから検討されるかもしれませんけど、例えば目玉になるようなですね、イベントとかですね、あるいは25年間を振り返り、今後展望するんですね、そういうその戦略的方向で、そういうものを検討するようなことを考えられるところと、基本的にはね、我々はやっぱり10年単位だと思ってます。しかし四半世紀25年ということでございますので、何かやるべきなのかどうかも含めて今から検討をしたいというふうに思います。